防衛省機関は、自衛官以外の防衛省職員の官名の一つ。防衛省設置法第10条第1項に基づき、内部部局に置かれる。防衛省設置法上は単に、初期関であるが、事例等では、防衛初期関と称されていて、防衛庁時代は、防衛庁初期関と呼ばれていた。防衛初期間は、防衛省設置法第10条第2項において、 命を受け、事務を司ると規定されている。道場第4項により、防衛省機関は、官房長、局長、内部部局の課長または、国家行政組織法、第21条第3項に規定する職もしくは、道場第4項に規定する職のいずれかに当てられると、されており、他の中央省庁における、本府省庁の課長級以上の事務官、議官に相当する。 自衛官においては、小、省保、一差に相当する。なお、2009年8月1日に施行された、防衛省設置法等の一部を改正する法律による防衛参事官の廃止までは、官房長、局長には、防衛参事官が当てられていたので、防衛初期官は、官房長、局長を除く、その他の課長級以上の職に当てられていた。 防衛省機関は防衛省本省の内部組織に属する防衛省職員に限られるため、地方協力本部、地方防衛局、防衛大学校や防衛医科大学校といった防衛省の施設等機関、特別の機関、地方支分部局に移動した際には、転任、あるいは承認した時でも、防衛事務官あるいは防衛技官に転換する。また、 本省内部部局以外の職に併任された場合は、防衛書記官と防衛事務官あるいは、防衛議官を併任することになる。ありがとうございます。